お疲れ様です。お疲れ様です。力です。大吉です。よろしくお願いします。お願いします。あざっす。あっす。さあ撮影しますか。始まりましたね。はいはい。酔ってます。酔ってますね。しっかりめに酔ってますよ。来てます。はい。今夜の20時回ってます。はいはい。で今日お昼頃から撮影してたんですけど、うん、ずっと撮影してずっと飲んでました。そうだね。はい。そりゃ酔うわな。もうね。ということで、はい、じゃあラスト1本撮りますか。はいはい。で今日紹介するお酒なんですけど、はい、僕が密かにハマってるお酒を紹介します。お、はい、密かにハマってるんですけど、はい、もう紹介しちゃいます。もう大公開しちゃいますね。そうですね。はい。ということでじゃあ紹介してもよかですか。お願いします。あざす。いきます。こちらです。はい。食べましたね。はい。お、Gバインですね。はい、はい、最近僕が密かにハマってるお酒です、うん、はい、はい、大吉君もこの間初めて飲んだよね。そうだね。わかりました、はい、美味しくないこれ。いやうまいよこれ。これマジでうまいんすよ、うん、でこれ G バインっていう、はい、もうジンなんですけど、うん、これフランスのジンですね。はい。フランスのコニャック地方で作られてるジンです。はい。大吉君、コニャック地方といえば何を思い浮かべますか。こんにゃく地方。違うわ。こんにゃくじゃない。あ、こんにゃく地方ね。あ、フランスのこんにゃく地方ってなんだよ。大吉柔らかそうだな。おでんか何か。違う。名産かなっていう。ちょっとお前酔ってるな。酔ってるな。ダメですかね。フランスのこんにゃく地方ね。こんにゃく地方ね。そう、こんにゃく地方。はい。大吉君、こんにゃく地方といえば、うん、どんなお酒を連想しますか。ワインとかかな。ワイン、いいところですね、うん、はい。確かにワインすごくたくさん作ってると思います、はい、でもワインだけじゃなくて、うん、まあ、ブランデーとかもすごい有名なんですよ。はいはいはい、はい、でブランデーでこんにゃく地方で有名なものといえば、うん、まあ、確かこうヘネシーとか、はい、ナポレオンとかがそうじゃなかったかな。あ、はいはいはい、そう、すごい有名なブランデーとかを作ってるところ、うんうん、それがこんにゃく地方になるんですけど、はい、そのこんにゃく地方で作ってるジンです。で今大吉くんが言ってくれたように、うん、ワインとかブランデーが有名ってことは、はい、原料なんですか、そのお酒たちは。ブドウですよね。はい。ということはこの G バインは何を主に使って作られてるジンでしょうか。あ、ブドウってこと。正解。さすが、めっちゃ頭いい。いや全然関係ない。頭の良さ。いや俺にはなかなか分かんなかった。そこいじるとこじゃないだろ。すごい頭いいわ。いやいや、そう、この G バインはブドウを主に使ってるんですよ。はい。白ブドウを主に使ってます。うんうんうん。はい。すごい華やかで美味しいジンなんですよ。なるほどね。はい。白ぶどうなんだ。そうです。だから瓶もなんか白ぶどうカラーなの、うん、あ、確かにそうだね。うん。なんか言われてみれば白ぶどう感あるね。そうそうそう。なんかこうシャインマスカットとか、そうそうそう、そういうね、綺麗なぶどうのイメージありますね、うん、で、この G バインなんですけど、はい、G バインの G は、うん、ジンの G ですね。あ、ジンの G ね。はい。で、このバインっていうのは、うん、フランスでぶどうの木っていう意味らしい。はい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 。そう、ジンの G とブドウの木のバイン、それをくっつけて G バインですね。うん、もう名前聞くだけでうまそうじゃない。まんまだね。まあ俺はもう飲んでんだけど、うん、これすげえ華やかでうまいのよ、うん、ということでね、じゃあ早速飲んでいきましょうか。お願いします。あざっす。あす。はい、ということでじゃあ飲みますか。お願いします。はい。でちなみにこの G バインなんですけど、はい、これはなんと、え、ワイングラスで飲むのがおすすめとのことですね。へえ、はい。なんかネットで調べたら出てきました、そういうことが。おしゃれだね。はい。じゃあ飲みましょうか。お願いします。あざす。まずジントニックでいきたいと思います。はいはい。でせっかくこうプレミアムなジンを飲むんだったら、はい、ちょっと氷もね。お、これで出ました。いきましょうか。丸氷ですね。丸氷で、はい、いきたいと思います。グラスもバカラです。お、それじゃあ入れます。よいしょ。おー、ぴったりだね。いい音。めちゃくちゃいい音ね。はい、綺麗だな。相変わらず綺麗ですね、うん、よし。でここで G バインを入れます。はい。でちなみにこれ近所の酒屋さんで5000円ぐらいで買った。はい。ちょうど5000円ぐらいだった。うんうんうん、うん、よし。それじゃあジントニック作ります。お願いします。 G バイン。土星みたい。綺麗だね。でこうやって冷やします。おお。じゃいつもテイストが違うね。ワイングラスなので。うんうんうん。おしゃれなんで。おしゃれですね。おしゃれですから。はい。でここでトニックを入れます。はい。フィーバーツリーで。優しくね。いい香り。いいね。あ、
オッケー、はい、完成でございます。軽くちょんぐらいで。オッケー、はい、完成しました。ジーバインのジントニックですね。うまそう。それじゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。おお、すげえ華やか。うん、うん、うまそう。いただきます。うん、まっ、バリうま、バリうま、溜めたね。うまい、余韻すごい華やかだね。余韻に浸りましたね今ね、うん、確かに、うん、こう香りで最初に嗅いだ時っていうよりも、うん、飲んだ後に鼻からこう抜ける時に、うん、ブドウっぽさをすごく僕は感じます。ほー、うん、でこれ白ブドウと、うん、あとジュニパーベリーでしょ、うん、あとシナモンとか、うん、まあ、そういうスパイス系、うん、あとブドウの花、花とかそういうのもいろいろ入ってるらしいです。へー、うん、僕ブドウの花見たことないんですけど。確かにないね。でもちょっとだけこうスパイスのようなね感じもあります、うんうんうん、甘いんだけどその奥にちょっとこうピリッとした華やかさも少しだけ感じる、うん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 、すごいメリハリがあって上品でいいんじゃないでしょうか。いいですね。もうフランス人ですねこれ。行ったことないけど。おしゃれですね。今年行きたいな。行けるといいね。あざす。飲む。あ、ぜひどうぞ。いただきます。あざす。あす。ちなみにこれは目を閉じて飲むと、うん、コニャック地方の景色がブワッと広がってきます。お、行ってらっしゃい。行ってきます。あざす。あー、いい香りすんな。いいでしょ。うん。ね。さあどうですか。あー、ブドウ畑が広がった。広がりましたね。広がりました、うん、行ったことないけど。行ったことないけど。行ったことないけど広がった。はい、はい、すごいね。すごいでしょ。美味しいでね。すごい香りがガーンと突き抜けてくるでしょ。うん、嫌な感じないよね。ない。本当になんかね、こう飲み終わった後のこう華やかさとかで、ね、ブドウジュースの感じは確かにある。ある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 。これうまいわ。うまい。これマジでうまいぞ。これやばいね。うん、それでいてね、こんだけね、いろんな香りが入ってるから、うん、高級感すごくある。おいしい。おいしいね。ちなみに今回はこのワイングラスで飲んでるじゃん。うん、でも普段はさ、俺らこれで飲んでるよね。そうだね。ハイボール飲んだり、ジントニック飲むときはこれで飲んでるんですよ、うん、でもこれ飲むだけでちょっとなんか気持ち的にも違うし、うん、なんか香り立ちも強いよねこっちの方が。まあそうだね。なんかより美味しく感じる。うんうんうん。そう。あとこれ飲むと、うん、なんかもう、 こうガブガブ飲んじゃうんだよね。あ、そうだね。そう。ごくごくいっちゃう。そうそう。でもこれだったらワイングラスで飲むと確かに香りを楽しもうっていう気にもなるし、うんうん、あとちょっとこう丁寧に飲もうかなっていう気にもなれる。そういう意味ではグラスを変えて楽しむっていうのはすごいいい発想だと思いますね。そうだね。うん、うん、ということで今日はこの G バイン紹介したんですけど、はい、大吉君どうでした。まだ余韻が残ってます。本当に本当にすごいね残り具合が。香りがもう本当にいいですね。でも本当に香りは皆さん強いです、うん、なので気になる人はあのぜひ概要欄に詳細とか貼っとくんでチェックしてみてください。はい、はい、ということでもういい感じに僕らほろ酔いなんで、うん、もう一軒飲み行くか。行っちゃいますか。行きますか。お願いします。はい、じゃあお疲れ様でした。バイ。